WBC2010 開幕です。はい、始まりました WBC2010、今年も夏この季節がやってまいりました。若干ねマイクがブツブツいったりしますが、このまま進行を続けたいと思います。本日司会進行を務めさせていただきますつかつかです。よろしくお願いします。僕の隣にはですね、今年の審判委員長を務めます拓也さんがお越ししてくださいます。はい、さん、今年はこっち側で一緒にやることになりましたけれども、はい、そう、でも俺審判するからね。そうですよ、やりますから。いい、じゃあ早速イメージがあるからご紹介します。イメージがあるからね。イメージぶち壊しがあるからね。WBC2010 イメージガール、本日1人目、ペスさんです。どうぞ。そこ手前、手前、そこ。はい、こんにちは。なんか座敷わらしっぽいって言われた感じのペスさんですけれども、これ、マイク入ってなくね。入ってる、入ってる、大丈夫ですよ。あー、いい上を、あ、入った系、入った系、大丈夫、入った系で大丈夫。いや、ここ大丈夫、土足化です。今焦った、すごい。ペスさん、今年はイメージガールという感じでね。そうなんですよ、あんね、ぶっちゃけ監督が嫌だって泣きついたらここのポジションになりました。昨年ね、2009で準優勝だった、あ、準優勝だったあのペスさんですけれども、その試合後にね、もう二度と監督なんてやりたくねえよって言われたので、今年はね、イメージガールという形でね。そうですね、そんな感じで。ただのイメージガールではなく、あの拓也さんから得点の指示を出されて代わりに得点を上げるというお仕事をね、今年は頑張ります。若干ね、拓也さんの出した得点よりもペス補正が入る可能性があるので、若干よく分かんない感じになる恐れがありますね。それをご了承いただければ。では続きまして、イメージガールのイザベルさんです。どうぞ。あれ、見て、この感じ。この感じ。じゃあ、イザベル、そのままでいいから、あのペスの後ろに座ってください。何それ、ちょっと、これ、後ろ、ペス、あの足崩せるなら崩してもいいし、座敷わらしポジション的な。そこ、ペスの後ろ、あ、そこね、あの大事な人の席だから。そこ、すごいスペシャルゲスト来る席だから、ちょっと開けといてもらってもいい。はい、はい、ありがとうございます。はい、イメージガールのイザベルさんです。こんにちは。こんにちは。今年もイメージガールですけれども。そうですね、やっぱり3年連続イメージガールってことで、まあ、枕営業なんですけど。やっぱり。まあ主に枕投げとかでね、営業する感じですけども。まあ、そう思ってればいいよ。嘘。じゃあ、そろそろね、判定の人をお呼びしたいと思います。では判定のですね、あゆさんと浅見閣下、よろしくお願いします。仕上がってんな。じゃあ、あゆさんと閣下はそれぞれペスの横に座っていただいて、
2007年イメージガールを務めて2007年冬出場しましたあゆさんです。こんにちは。お隣にはすごいよく誰かはガガかと最初思いましたけど、レディーガガかと思いましたけど、あのアリピアでおなじみのね審判といったらこの方、カッカでございます。本日ねこの2名とタクヤさんとあとこれからお呼びするスペシャルゲストの5名で判定を行いたいと思っております。では早速ですねスペシャルゲストの方をお呼びしたいと思います。スペシャルゲストのレッドアリスさんと野宮あゆみさんです。どうぞ。あのレッドアリスさんが来るということで WBC っていうのでちょっと若干赤い本体に、ね、させていただいて、これ俺が霞んじゃいますよね。会場を赤に染めていただくということで勝手に染まってますよ。喋るよ。イエーイ。あと気になったんですよ、これ唐揚げとか勝手に頼んでいいですかね。どうぞどうぞ、後ろに札ありますんで飲み物、食べ物を随時頼んでください。そうです。あと足元にですね、判定用の札あります。いつも通りですね、1点から5点の札とあとバーサスモード用のピッチャー、バッターの札がございます。おー、これか。はい、ではざっくりですね、ルールの方説明させていただきます。3アウト交代、3回で勝負でございます。判定員5人の合計点数で判定です。20点、オール4点でヒット、21点もヒット、22、23点ツーベース、24点スリーベース、25点ホームランとなっております。判定基準ね、人数増えても例年と変わらずオール4点というね、相当きっつい感じになっております。続きましてですね、19点以下から15点がアウトです。なおランナーがいる場合、14点以下の場合はダブルプレーとなってしまいます。大丈夫です。これあの例年の優勝監督による大会ですから、当然ね、もう皆さん仕上がっているはずです。わざわざとねアウトなんて取るわけないと思ってこんな感じになっております。なお今年もバーサスモードございます。事前に決めていただいたピッチャーと打者の直接対決となります。使えるタイミングはですね、1回につき1度、最大3回まで使用可能です。打者紹介の直後にバーサスモードの宣言で始まります。そこ営業してるんじゃないよ、今ルール説明してるからね。バッターが5枚でホームラン、4枚でスリーベース、3枚でもスリーベース、2枚でアウト、バッター1枚でアウト、バッター0枚でランナーがいる場合はダブルプレーとなります。なおですね、勝者には勝ったチームは負けたチームから1人引き抜くことができるという例年のルールのままでございます。そんな感じでね、今年も進めていこうかと思います。では早速そろそろメインの監督の方をご紹介したいと思いますが、よろしいでしょうか。それでは行きますよ。今年の1回戦第1試合、先行なんとですね、今年は2009年優勝しましたあの方がお越しいただきます。それではお呼びいたしましょう、モック監督です。あの、かぶってくる時期ちょっと間違えてるじゃないですか。まだ早いですよ。まだ早いですか。相当早いですよ。半年ぐらい早いです。半年そんなに。ちょうど裏じゃん。あの、半年後またもう一回ここ来てもらってもいいですか。いやいやいや、半年後って誰もいねえ可能性。
そんな感じで、昨年優勝しました木監督でございますけれども、簡単にね、今年の抱負なんかを聞かせていただいて。まあ、前回勝ったんで、まあ、今年も余裕で勝ち逃げしようかなと、それぐらいの手で。今自分でプレッシャーを上げすぎたことを大変後悔しております。今そんなにハードル上げた木さんですけれども、対するは2007年優勝監督、博士監督です。どうぞ。ちょっとみんな聞いてくれる？今日は勝ったと思う。なぜならモックさんは赤さんにディスられることが嫌でジャケットを置いてきてます。違うんだって。なになに？勝った時に俺が本当の赤だって言うための付箋です。付箋スリームですよ、スリーム。いやいやいや、どうなんすよ。別にどうもしません。かわいいよね、この漏れてる髪、かわいいよね。はい、そこイチャイチャしない、イチャイチャしない。ごめん、テープ回ってた。ごめん。はい、博士、恥ずかしい。やだ。2007年優勝から、はいはい、なかなか優勝できず苦渋を投げる感じでしたけれども、このためだけに勝たなかったから、今まで。ごめん、嘘、毎回本気。じゃあ博士も簡単にね、今年の抱負を述べていただいて。あ、抱負？はい。とりあえずさ、階段から降りてた時にさ、チャーハンの匂いがした。抱負じゃねえよ。違った。あ、それ違ったね。違うよ。勝ちますよ、悪いけど。いけますか？はい、勝って、はい、そうね、そうなんかシェンロに願いを言う。スカスカ聞いてる、ちょっと。お前が打ったんだろ、お前が打ったんだろ、ネタを。いや、長くなるかなと思って。っていうかさ、あの審判団とか何注文してんじゃないか、ほら全然しない。大丈夫なのこれ。まだ出番ちょっと先。大丈夫、ほんと飲み会じゃないんだよ。分かってんの。じゃあ今からのメタを紹介しますんで、監督の人も軽く飲み物。じゃあ飲み物は木さん。ひょっとさ、さっき打ちっぱなしの時は飲み物下げられてるしさ。ていうかチャーハン半分だったんですよ。それでは今年のおすすめの発表しようと思います。聞こう。はい、みんな先発だったよ。それでは先行のモック監督チーム、チーム名もじゃもじゃモック、チーム名もじゃもじゃモック。1番ナーさん、2番ビーツカイさん、3番ある、APS さん、4番アールアットガラナさん、5番みなずきこてつさん、6番黄色い工場長さん、7番北の125さん、8番カエデアットライオンさん、9番アマグリさんで、ピッチャーもアマグリさんとなっております。先ほどね、ピッチャーが打順の中に組み込まれていないという不正がありましたので、不正じゃねえよ、パリーグ制だと思ってたんだよ。このステーリーグ制ですので、ルール知らないだけだよ。なかなかね、手堅い感じになっております、ね。続きまして、博士監督、札幌ヘベレケナイスガイズ。札幌ヘベレケナイスガイズ、勝つよ、打順ですけども、1番ヌルポーション、2番犬や姉妹、3番2本で1000円、4番タカジン2オールジョイト、5番ウエストアットイースト、6番ズッキーニ、7番シルフィード、8番エドガワ、9番赤いトラクタービーム、ピッチャーはタカジン2オールジョイトとなっております。オールジョイトが4番でピッチャーとなっております。一応ね、スタメンこんな感じになっております。スカスカビールとか頼んでいいの？いや、いいですよ。飲んでくっちゃくちゃにならなければいいです。飲む。じゃあ、オーダーね、これありがとうございますね。ビールを、あと、梅チャーハン。
じゃあ早速あの人ご飯頼んでください。あ、すいません、唐揚げはまだ早いんですか。早くてもいいんじゃないですか。奥さんならいいんじゃない。いいから、じゃあ唐揚げもお願いします。だビール、僕さんビール何時間やってもいいよ、そこで。ビールで唐揚げと梅チャーハン確認は大事で、確認は大事なオーダーはね、2回確認しなきゃいけない。じゃあなんかオーダーとか頼んでますけど、早速、1回戦第1試合始めたいと思います。それでは WBBC2010 プレイボールです。緊張しますね。それでは先攻木監督、それでは1番ナーさんですね、はい、1番ナーさん早速よろしくお願いします。はい、東京都のナーさんからいただきました。ある有名人が政界進出、そのありえないマニフェストとは。ガセの男女交際は法律で禁止します。続いて続いて、よそはよそ、うちはうち。怖い。続きまして、不況の今誰が政治をやっても日本なんか良くなりません。最後です。次、最後、ちょっともう一回読み直そう。はい、ある有名人が政界進出、そのありえないマニフェストとは。先生、マニフェスト家に忘れました。以上です。さあ、以上となりました。WBC1 回戦第1試合の先行は毎回こんな感じなんですけれども、恐ろしい最初の判定どうなるんでしょうか。判定をお願いします。どうぞ。3点、4点、3点、4点で、全部15点ですか。アウトでございます。17点ですね。初回のバッターがアウトというちょっと幸先の悪い感じになりましたけど、俺もうちょっと場が温まってくれなかったな。じゃあ続きまして2番、ビーツカイさんです。よろしくお願いします。はい、これはもうすごい可愛いことになってまいりました。ド緊張です。ビール飲ませてください。ビール飲みますか。乾杯、乾杯。皆さん、じゃあよろしいですか。乾杯ね、もうみんな頼むぞ、もうみんな頼むぞ、もう見上がってこって、ね、じゃあ行こうか。全然笑えない。じゃあ行きます。じゃあお願いします。じゃあ2番バッター行きます。はい、社会人、千葉県のビーツカイさん、ありがとうございます。ある有名人が政界進出、そのありえないマニフェストとは。井上貴子さんのマニフェストです。成人の式費用を廃止し、代わりに17歳と36ヶ月の費用を制定しました。続いて、江戸川コナンさんのマニフェストです。ネクストコナンズ選挙、比例で当選、以上です。さあ、なんか声裏返った感じの盛り上がりを見せた第2打席でございます。さあ、それでは判定をお願いします。どうぞ。20点ヒットです。やばいよ。さあ、初のランナーが出ました。いやー、この調子いってほしいですね。それでは3番 APS さん、お願いします。はい、続きまして3番バッター、兵庫県の APS さんです。ありがとうございます。ある有名人が政界進出、そのありえないマニフェストとは。お前を老人形にしてやろう。続いて、聖帝サウザー様のマニフェストです。引かぬ媚びぬ帰り見ぬ。続いて、某作家
さんのマニフェストです。救済はしません。以上です。さあ、救済はしません。誰のことだかよく分かんないんですけれども、WBBC は今年で終わりとなってしまいます。それでは判定の方よろしくお願いします。判定をどうぞ。3点、15点。あ、危ないですね。危うくダブルプレーとなってしまうところでした。アウトでございます。ダブルプレーがあるんだ。すごい、すごいですね。全員3点ってギリギリでしたね。今ね10アウトになってしまいました。ボクさんギリギリですよ。さあ続きまして、4番でちょっと空気を変えたいところでございます。4番 R アットガラナさんです。よろしくお願いします。若干手が震えてまいりました。続きまして所在地福島県の R アットガラナギさん、ありがとうございます。ある有名人が正解進出、そのありえないマニフェストとは。こんばんは、森吉郎です。森があるって、森吉郎みたいな女の子って意味なんだね。続きまして、ありえないマニフェストとは、大橋のぞみさんのマニフェストです。お兄さん、カルビー株買ってよ。続きまして、審判団が空気を変えようとしてくれてるって。そう、奥さんのために場を盛り上げてみたから、あんまり言えてなかったけど、つまんないから乾杯とかそういうことじゃないと思う。ないと思う、ないと思う。落ち着こう、落ち着こう。俺今審査員がすごい敵に見えてるんだけど大丈夫。俺ごめんごめんごめん、帰りたい。まだ終わってない、まだ終わってない。続きまして R さんです。続きます。あるイメージが正解進出、そのありえないマニフェストとは。こんにちは、真鍋香織です。私の使用済みプロアクティブを販売します。続きまして、とある名探偵さんのマニフェストです。こんばんは、名探偵です。黒幕は元太にします。最後、ありえないマニフェストとは。こんにちは、ヤクミツルです。そろそろジャストミツルになります。素晴らしい打球が飛びました。このままの勢いで判定いきましょう。判定をお願いします。どうぞ。4点、20点ヒットでございます。素晴らしいですね。逆にこれだけ笑いを取ってもヒットしか出ないという恐ろしい感じです。なんだろう今日、この試合今までで一番怖いよ。最初は最初はして、5番、みなずきおてつさんです。よろしくお願いします。続きまして、泣くなよ。30歳独身だろ。違う、31歳独身。監督ならネタで盛り上げてほしいよ。続きまして5番バッター、兵庫県の宮崎小鉄さん、ありがとうございます。拍手が、この拍手が返って怖いです。よし、ある有名人が政界進出、そのありえないマニフェストとは。俺この選挙に勝ったら結婚するんだ。続きまして、そのありえないマニフェストとは。打倒西村智美。続きまして、そのありえないマニフェストとは。お前がどこに行こうが必ず見つけ出して、泣き虫なお前の涙を拭ってやるから。続きまして、ある有名人が政界進出、そのありえないマニフェストとは。国民に無駄な期待を抱かせません。続きまして、ある有名人が政界進出、そのありえないマニフェストとは。欲しがりません猫ひろし。続きまして、そのありえないマニフェストとは。
議会中はずっと舞台統治で頑張ります。作家の表情がピクリとも動かないのが面白いんですけど、最後です。ある有名人が正解進出、そのありえないマニフェストとは、あいつのズラをキャッチ&クラッシュ&まあ人生いろいろっすよ。以上です。さあ閣下の表情がピクリとも動きません。内側に響いてはいるんでしょうか。判定をお願いします。どうぞ。今年変わるよ。3点、15点アウトということで3アウトとなってしまいました。そうでしょう。いやー恐ろしいですね。17点、20点、15点、20点、15点、なかなか20点以上が飛びません。本日とても辛いです。さあそんな空気を打破できるんでしょうか、博士監督お願いします。はい、浜瀬、浜瀬、浜瀬、本がありません、ディブにあるとか本がありません。さあそれではいきましょう。チーム札幌ヘベレケナイスガイズ1番ヌルポオショーです。よろしくお願いします。所在地秋田県ヌルポオショーさんからいただきました。ありがとうございます。ある有名人が政界進出、そのありえないマニフェストとは、投票は金ちゃんの仮想対象形式に変更。ある有名人が政界に進出、そのありえないマニフェストとは、新しいトップは汚れ落ちがいい。さすがですね。さっきまでと違い笑いが溢れております。さあ判定をお願いします。どうぞ。5点、ツーベースヒットでございます。さすがですね、ヌルポオショー、さすがでございます。続きまして2番犬谷姉妹さん、よろしくお願いします。はい、所在地北海道、犬谷姉妹さんからいただきました。ありがとうございます。ある有名人が政界進出、そのありえないマニフェストとは、みんなこんにちは、野宮あゆみです。今日はみんなのために私が新しいマニフェストを作ってきました。それでは聞いてください。あゆみのマニフェストはズッキュンラブ。身内いじりがどう響くんでしょうか。判定をお願いします。どうぞ。5点、24点、3ベースヒットでございます。さあ得点入りました。すげえ、素晴らしいですね。24.3 ベースということで博士監督1点入りました。これで0-1、博士監督3ベース3塁にランナーを置いたまま、はい、次は2本で千円さんです。こうだるんだな。じゃあいきます。所在地埼玉県、2本で千円さんからいただきました。ありがとうございます。ある有名人が政界進出、そのありえないマニフェストとは、さーて来週のマニフェストは乗り付けです。カツオ君の口車に乗って芝することになってしまいました。ハイエナに優しい社会を子役に精一杯頑張りたいと思います。さて来週は乗り付け、まさかの当選。そんな大金ホイホイ受け取ってしまっていいのかい。プザラー鉄の3本です。震えて待て。以上です。非常に温まっております。この場所の中どんな判定が出るんでしょうか。判定をお願いします。どうぞ。5点
0対3、ランナーなしという感じです。さあ、いや、この点入るとは思わなかったんですけれども、びっくりしております。ただまだまだ止まりません。これから4番でございます。マカジン2オブジョイトイ、よろしくお願いします。ここでエースか。所在地海外、タカジン2マンオブジョイトイさんがいただきました。ある有名人が政界に進出、そのありえないマニフェストとは。チャンドンゴン、日本の税制好きだから。以上です。さあ、勢いに乗って一人で切ってきました。さあ、これがどう響くんでしょうか。判定お願いします。どうぞ。やれ、危ねえか。お、4点、20点ヒットです。さあ、止まりません。このままの勢いでいってしまうんでしょうか。5番ウエストアットイーストさん、お願いします。はい、所在地神奈川県、ウエストアットマークイーストさんからいただきました。ありがとうございます。ある有名人が政界進出、そのありえないマニフェストとは。小倉智明、ズラに健康保険適用。ある有名人が政界進出、そのありえないマニフェストとは。ハメハメハ大王、雨が降ったらお休み。ある有名人が政界に進出、そのありえないマニフェストとは。江頭2時50分見える国会。以上です。以上です。さあ、今ね、判定席がモロッキューにちょっと夢中になってる感じなんですけど、これがどれぐらい判定に響くんでしょうか。判定お願いします。どうぞ。3点、おしぼり4点。18点アウトです。これでアウトか。さあ、続きまして6番ズッキーニさん、お願いします。はい、所在地静岡県、ズッキーニさんからいただきました。ありがとうございます。ある有名人が政界進出、そのありえないマニフェストとは。郷ひろみ、五のつく日は国民みんなで早朝あちち、5月は毎日。ある有名人が政界に進出、そのありえないマニフェストとは。小室哲哉、自分の作った曲なら権利とかは関係なく売ってもいいという法律。以上です。さあ、野宮さん、ちょっと大変なことになってる感じですけど、これ判定できるんでしょうか。モロッキューが落ちそうな不安を抱きながら、それでは判定をお願いします。どうぞ。モロッキューってなかったよ、判定ね。5点。あー、惜しいですね。5点が出ながらもアウトでございます。野宮さんが面白い。今一番新宿でモロッキューを抱えたまま笑う調子やめてしかいない。今なら食べるか置くかすればいいと思うんだけどね。まあ、モロッキューになりたいんじゃないきっと。ただいまランナー1塁2アウトという状況で、これから7番シルビーさんに入ります。それではお願いします。 VS モード。おー、 VS モード入りました。VS モード入りましたので、モックさん側のピッチャー天栗さんと、博士側のシルヒーローさんの対決となります。それではピッチャー側からネタ読みをお願いします。はい、わかりました。ここで頼みます。所在地秘密の天栗さん、ありがとうございます。ある有名人が政界進出、そのありえないマニフェストとは。カカロット候補、オス・オラ・マサヨシ、トドルがキノコファミリーをフルロットでワンクワクしてきたぞ。以上です。一発で来ました。それでは続きまして、博士監督シルヒューズさんの打席です。さあ、この球打ち返せるんでしょうか。どうぞ。所在地新潟県、シルフィードさんからいただきました。ありがとうございます。ある有名人が政界に進出、そのありえないマニフェストとは。森進一、雅子と再婚できないかな。
以上です。まさかの人ネタ対決、さあどちらが勝つんでしょうか。それでは判定の方、バッター、ピッチャー面白かったと思う方の札をお願いします。それではどうぞ。バッター、バッター、バッター、ピッチャー、バッターということで3ベースです。止まらないね、さあこれは止まらないですね。今のスリーベースで1点が返りました。ランナー返りまして0対4、ランナーはまだまだ3塁、得点圏に置いております。それでは続きまして8番ですね、失礼しました、8番江戸川さんです。よろしくお願いします。はい、所在地東京都、江戸川さんからいただきました、ありがとうございます。ある有名人が政界進出、そのありえないマニフェストとは。マニフェストは絶対守りません。ある有名人が政界に進出、そのありえないマニフェストとは。対立候補に、対立候補に、対立候補にごすんごすんごすんぐじん。なかなか危険なネタが飛び出しました。判定の方にもラブが行くんでしょうか。それでは判定の方お願いします。どうぞ。おーおー、4点、4点、4点、3点、3点、アウトです。これでアウトね。あれでアウトでね。さあ、ようやく止まりました。これで止まっちゃうんですよ。そうだよ、怖くね、今日この球場、球止まないね。止まらないね。さあ1回の表裏は終わりまして、現在0対4となっております。モクさんが大きなビハインドを抱えての2回に入ります。はい、じゃあ参りましょうか。さあ取り返せるんでしょうか。打席は6番ですね、6番の黄色い工場長さんからです。よろしくお願いします。すごい、はい、初代地石川県黄色い工場長さん、ありがとうございます。ある有名人が政界進出、そのありえないマニフェストとは。浅田真央さんのマニフェストです。プルシェンコが顔の綺麗なジャッキーにしか見えない。続きましてポンデライオンさんのマニフェストです。もちもちさあ、カカが今なんかうなずいてましたが、何か共感できるところがあったんでしょうか。判定の方お願いします。どうぞ。3点と厳しいです。アウトです。17点アウト。あー、カレーだけど。さあ、なかなかランナーを貯めることができません。続きまして7番、北の125さんですね。北の125さん、お願いします。はい、続きまして、初代地秘密の北の125さん、ありがとうございます。さあ、どれ行こうかな。どれ行こうかな。どっちでしょう。ある有名人が政界進出、そのありえないマニフェストとは。死なない程度ならバカップを殴っても無罪。続きまして、政界進出、ありえないマニフェストとは。晩御飯にピーマンを使ったお母さんは死刑。以上です。さあ、相当過激なマニフェストが飛び出しました。さあ、どうなるんでしょうか。判定お願いします。どうぞ。3点、アウトでございます。今会場の方からもこれは辛いと思うなという声が飛び出しました。監督としてこれどうなんでしょうかね。続きまして8番、楓アットライオンさんです。お願いします。はい、続きまして、初代地東京都の楓アットライオンさん、ありがとうございます。ある有名人が政界進出、そのありえないマニフェストとは。小倉優子、千葉県を懲り税に改名します。続きまして、マツコデラックスさんのマニフェストです。メンズは私の家に一度来ること。以上です。さあ、打席にこれからランナー出ることができるんでしょうか。判定をお願いします。どうぞ。4点、3点、惜しい、アウトです。これは
でも3人ででもこれがアウトというね、みんなの受けるってことだよね。だから5人いたら1人ぐらい笑ったやついるんだやっぱり。これさあ今日の皮は何割ぐらい歌えるんだよね。3者凡退というところで博士監督の攻撃に移りたいと思います。次は9番ですね。9番赤いトラクタービームさんの打席です。よろしくお願いします。所在地群馬県赤いトラクタービームさんからいただきました。ありがとうございます。ある有名人が政界進出、そのありえないマニフェストとは。谷涼子、田村で金、谷で金、ママで金、議員で金。このネタ DVD に収録できるんでしょうか。ちょっと分からないですね。さあ判定をお願いします。どうぞ。4点、20点ヒットでございます。あれでヒットだ。大4点でようやくヒットだった。非常に真っ黒なネタでいきましたけれども、さあ続きまして1番ヌルポーションに戻ります。所在地秋田県ヌルポーションさんからいただきました。ありがとうございます。ある有名人が政界進出、そのありえないマニフェストとは。石田純一が密かに一夫多妻制を導入。密かにが言いたかった今ね。ある有名人が政界進出、そのありえないマニフェストとは。西郷隆盛、エリビス・プレスリー、陶器が男子はもみあげでごわっせんで。陶器に食いつきたかった。陶器陶器。ある有名人が政界進出、そのありえないマニフェストとは。街づくりのシミュレーションはシムシティで行います。ある有名人が政界進出、そのありえないマニフェストとは。玉ねぎ戦士黒柳徹子が血液サラサラ宣言。ある有名人が政界進出、そのありえないマニフェストとは。一郎さんが幅引かせ、いやいやよ。以上です。さあブラックなネタが続きます。さあ判定の方をお願いします。どうぞ。ランナー一塁二塁で2番犬屋姉妹さんです。お願いします。大丈夫ですか。大丈夫です。行きます。はい、お願いします。所在地北海道犬屋姉妹さんからいただきました。ありがとうございます。ある有名人が政界進出、そのありえないマニフェストとは。よし、先生が当選したらみんなにスーパーファミコン買ってあげちゃうぞ。以上です。さあこれはなんかいろいろ引っかかりそうな感じですけどね。今の時代にスーパーファミコンというなかなかレトロな感じでございます。さあ判定はどうなるんでしょうか。お願いします。どうぞ。4点、19点、惜しくもアウトでございます。さあ黒ネタが3ネタ続きました。そろそろ払拭してくれるんでしょうか。3番2本で千円さんお願いします。今ワンアウト、今ワンアウトです。ワンアウト1塁2塁でございます。はい、それでは、代打を出します。おー、これ代打入ります。さあ誰を入れましょう。代打はですね、所在地東京都のドラゴンさんいきます。ドラゴンさん、新人の方ですね。さあそれでは3番ドラゴンさんお願いいたします。はい、所在地東京都、ドラゴンさんからいただきました。ありがとうございます。ある有名人が政界進出、そのありえないマニフェストとは。ジャムおじさんが酔った勢いで出馬。パンを焼くのには慣れているが、まさか焼き餅を焼かれる日が来るとは。バタコのやつ2010。
ある有名人が政界進出、そのありえないマニフェストとは。バナナのシールがついてあるやつは特に美味しいやつだと思ってたんだけどな。久保由紀が怪しくなってきてまいりました。政界進出、そのありえないマニフェストとは。まだまだ続きます。ジャイアンが出馬、沈まれ俺の左上。そうだよね、そうだよね、落ち着こう。あ、ビールのもの、ビール。あ、乾杯、乾杯。あ、まず乾杯でね、ちょっと一息つきまして、イメージがあるからと頑張れも入りました。はい、ハイボール1個。コロナ、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 自由すぎないか、コロナ、コロナ。あと梅チャーハン、梅チャーハン、唐揚げ、唐揚げ、レモンかける派ですか？ある有名人が政界進出、そのありえないマニフェストとは。ダースベイダーが出馬、ライトセーバーかっこ笑い。以上です。さあ、頑張れコールの後に自分の飲み物と食べ物をね、注文しているというイメージがあるですけれども、さあ、判定にどう響くんでしょうか。判定お願いします。どうぞ。4点、4点、4点、3点、4点。ディスられましたもんね。19点、アウトでございます。ライフセーバーね、かっこ笑いはちょっとね、ディスられましたね。プライドが気づいた。そっか、そっちか、そっちか。もう基準値が分からねえよ、もう全然。さあ、ランナー1塁2塁、ツーアウトの場面、ここで4番タカジン、トゥーオブジョイトイです。よろしくお願いします。 VS モードで。おー、使ってきますね。 VS モード入りました。それでは先ほどと変わらず、天栗さんとタカジン2オブジョイトイの対決となります。そうですね。それではピッチャー天栗さんからの投球お願いします。どうぞ。所在地秘密、天栗さんからの投稿です。ありがとうございます。ある有名人が政界進出、そのありえないマニフェストとは。猫型ロボット候補ドラ何がし、歴史を変えます。続きまして、自由党候補ドアラ、バク転成功率 100% は表向き、今年こそチアドラ全員と夜のバク転を決めてみせます。以上です。さあ、なかなか素晴らしい球が飛んでまいりました。これを打ち返すことはできるんでしょうか。タカジン2オブジョイトイです。どうぞ。はい、所在地海外、タカジン2マンオブジョイトイさんからいただきました。ありがとうございます。ある有名人が政界進出、そのありえないマニフェストとは。チャンドンゴン。マジカルバナナ、バナナと言ったら好きだから。以上です。さあ、さすがエース対エースという対決でございます。さあ、どちらが勝つんでしょうか。ピッチャーとバッターの札で判定をお願いします。どうぞ。ピッチャー、ピッチャー、ピッチャー、バッター、ピッチャー、素晴らしい、止めました。監督、いい勝負には拍手を送らなきゃいけない。素晴らしい名勝負だ。なかなかここで追加点を取れる場面だったのですが、素晴らしい山栗さんの投球でちょっと打席が止まってしまいました。現在ですね、0対4で博士監督がリードしております。それではですね、例年のルールで勝っている方からという感じになっておりますので、俺からだ。博士監督からの攻めになりますけれども、よろしいでしょうか。そしたら、代打を出します。ウエストアットイーストさんに代わりまして、さあ、誰が出るでしょうか。所在地愛知県の味噌汁定食さんにお願いします。5番ウエストアットイーストさんに代わりまして、味噌汁定食さんが入りました。さあ、どんな
バッティングを見せてくれるんでしょうか。よろしくお願いします。はい、それではいきます。初代地愛知県、味噌汁定食さんからいただきました。ありがとうございます。ある有名人が政界進出、そのありえないマニフェストとは。志村けんが総理大臣就任、長続きしなくてもいいんだよ。ある有名人が政界進出、そのありえないマニフェストとは。有名通信会社の高田社長が政界進出、マニフェストは明日の折り込みチラシをご覧ください。以上です。さあ、うまいですね。さあ、これはどっちの方向に転がるんでしょうか。判定お願いします。どうぞ。最後の札が上がりました。4点、20点ヒットでございます。素晴らしいですね。代打で見事ヒットを獲得しました。それでは続きまして6番ズッキーニさんの打席でございます。よろしくお願いします。はい、所在地静岡県ズッキーニさんからいただきました。ありがとうございます。ある有名人が政界進出、そのありえないマニフェストとは。松崎しげる、国民全員の肌の色を松崎しげる色に矯正する。ある有名人が政界進出、そのありえないマニフェストとは。加護愛、タバコは20歳からという法律を作る。以上です。この泡はなぁ、なんか納得するネタが多かった感じですけども。さあ、判定はどうなるんでしょうか。お願いします。どうぞ。ランナーが出たんですけれども、まさかのダブルプレーです。さあ、ランナーがなくなってしまってツーアウト。あれ、あ、ツーアウト、え、もうアウトじゃない、ツーアウトか。ダブルプレーです。まだツーアウト。あ、本当、あ、もう一人いける、もう一人いける。よかった、よかった。よかった。ものの気持ちはすごく分かる。この空気を払拭できるんでしょうか。シルフィードさん、お願いします。落ち着いて、落ち着いて、落ち着いて、頑張る、頑張る。 ありがとう。乾杯、乾杯。もうごめんね、疲れちゃって。 WBC 史上初めて、こんだけステージ上が上がってるの。時間稼ぎはやめてください。はい、はい。新カードはイエローカードです。所在地新潟県シルフィードさんからいただきました。ありがとうございます。ある有名人が政界進出、そのありえないマニフェストとは。亀が父、肘でもいいから目に入れろ。ある有名人が政界進出、そのありえないマニフェストとは。チーバ君、鳥山明先生の作品が読めるのは千葉県だけにします。ある有名人が政界進出、そのありえないマニフェストとは。星野秋、総理と不倫します。ある有名人が政界進出、そのありえないマニフェストとは。エリカ様、世界の男は私に貢ぎなさい。以上です。さあ、今一瞬会場が止まりました。さあ、どうなってしまうんでしょうか。判定お願いします。どうぞ。それ言わない、言わない。11点が出てしまいました。博士監督、3回表終了です。さあ、3回裏、モクさん、この4点の差を返すことができるんでしょうか。4点差ですか。4点差です。現在0対4で、モクさんが4点を追いかける形となっております。はい。
先ほどラストバッターが、天栗さんでしたの、天栗さんですね、今ね、カエデアットライオンさんでしたので9番天栗さんのバッターです。はい、代々いきます。代々いきます。天栗さんに代わりまして、所在地北海道、林家コントンさんです。ありがとうございます。さあ、ピッチャーで活躍しました天栗さんに代わりまして、林家コントンさんが9番入りました。さあ、はい、流れを変えることはできるんでしょうか。お願いします。ある有名人が政界進出、そのありえないマニフェストとは。リスナー若月が寂しい独身男性に毎朝起こしに来てくれる妹を配給。なんかオーランで以上です。さあ、納得してしまいました。あ、こんな感じで判定お願いします。どうぞ。結構悩んでおりますね。首の皮一枚つながりました。20点ヒットでございます。さあ、続きまして1番戻ります。ナーさんの打席です。お願いします。はい、そのままいきます。はい、VS モード。さあ、ここで博士が止めに来ました。ピッチャー高陣2オブジョイトイ VS1 番ナーさんとなります。それではピッチャー側、高陣2オブジョイトイさん、お願いします。はい、所在地海外、タカジントゥーマンオブジョイトイさんからいただきました。ありがとうございます。ある有名人が政界進出、そのありえないマニフェストとは。織田信長、変わるなら殺してしまえカスタマー。以上です。なかなか過激な人出た。会場からはええという声が続出しましたが、さあ、この球打ち返すことはできるんでしょうか。バッターナーさんです。お願いします。はい、じゃあ終わります。初代東京都のナーさん、ありがとうございます。あー、これありえないマニフェストとは。明日から頑張る、そのうち頑張る。続きまして、ありえないマニフェストとは。ミニスカートで階段上がるときにカバンで隠すのっておかしくね。続きまして、ありえないマニフェストとは。文末が全部マニフェストナウ。続きまして、ありえないマニフェストとは。マニフェストのリンクをクリックしたエロいページに飛んだ。以上です。若干ふわふわした感じが漂っております。判定はどうなるんでしょうか。ピッチャー、バッターの札で判定をお願いします。どうぞ。バッター、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 ピッチャー、スリーベースヒットですね。一人ピッチャーって見ただけでこんなに怖いんだね。さあ、バーサスモードで一人帰ってきました。1対4、1対4となっております。ランナーが三塁ですので、まだまだ得点返ってくる感じになっております。さあ、続きまして2番 B 使いさん、お願いします。はい、初代地千葉県 B 使いさん、ありがとうございます。ある有名人が政界進出、そのありえないマニフェストとは。フリーザさんのマニフェストです。私の議席数は53万です。続きまして、ありえないマニフェストとは。整いました。新世紀エヴァンゲリオンの主人公のマニフェストとかけまして、選挙前の政治家で解きます。その心は、言動に注意します。さあ、うまいこと整いまして、会場から素晴らしい拍手の嵐となっております。判定にはどう響くんでしょうか。お願いします。どうぞ。ホームランねんじゃん、ホームランねんじゃん、これ。24点、スリーベースヒットとなりました。さあ、これで1人帰ってきました。2対4。さあ、まだバーサスモードを目さんは残したまま、残り2点を追いかける形となっております。続きまして、3番 ATA さんの打席です。どうぞ。そのままいきます。このままです。じゃあ ATA さん、お願いします。兵庫県の ATA さんです。横で梅チャーハン食ってやる。それじゃあ参ります。
ある有名人が政界進出、そのありえないマニフェストとは。ビル・ゲイツのマニフェストです。 ME とビスタのことは忘れてください。続きまして、有名人が政界進出、そのありえないマニフェストとは。ググれ。以上です。さあ、この勢いのまま逆転、同点まで追いつくことができるんでしょうか。判定をお願いします。どうぞ。4点、4点、3点、4点、3点、18点アウトでございます。さあどうしようかな、さあどうしようかな、悩ましいぞこれは。さあ、ランナー三塁、ワンアウトの状況、まだワンアウトでございます。さあ2対4、追いつくことはできるんでしょうか。続きまして4番、R アットガナナさんです、お願いします。はい、悩ましいですが、そのままいきましょう。所在地福島県の R アットガラナインさんです、ありがとうございます。ある有名人が政界進出、そのありえないマニフェストとは。こんばんは、蓮舫です。山口県を仕分けします。以上です。さあ、WBC も仕分け対象になっております。さあ、判定の方はどうなるんでしょうか。判定お願いします。どうぞ。だって山口のといるかもしんねえじゃん。相当悩んでます、悩んでます。なかなか出揃いません。4点、4点、4点、3点、4点、惜しくも19点アウトです。さあ、現在3回の裏、ノック監督の、2点を追いかける感じです。2対4、ランナー3塁、2アウト、一発が出れば同点に追いつけるという状況でございます。さあ、打順は5番、水無月虎徹さんです。どうでしょうか。ちょっと待ちください、ちょっと待ちください。ですね、ちょっとすいません、お時間ください。お時間ください。相当悩んでる。それでは、することねえんだよ。どうでしょうか。代打いきましょう。代打入ります。さあ、虎徹さんに代わりまして、一体誰が入るんでしょうか。はい、水無月虎徹さんに代わりまして、初代地大阪府のぬえふくろうさん、よろしくお願いします。さあ、5番虎徹さんに代わりまして、ぬえふくろうさんが入りました。さあ、この空気変えることはできるんでしょうか。それではお願いします。ある有名人が政界進出、そのありえないマニフェストとは。織田信長、ホトトギスの代わりに鳩、あれもういない。来ました。さあ、どうなるんでしょうか。運命の判定です。どうぞ。4点、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 4点。さあ、各家がギリギリで3点か4点か迷って4点は上がりました。さあ、1人帰ってきました。これで分からなくなりました。3回の裏、モック監督、2アウト1塁、試合は3対4、3対4でモックさんが1点を追いかけております。ここで一発が出れば一気に逆転勝ち。さあ、どうなるんでしょうか。博士、あの顔を打っています。さあ、運命の6番バッター、黄色い工場長さんです、よろしくお願いします。そのまま行きましょう。所在地石川県の黄色い工場長さん、よろしくお願いいたします。ある有名人が政界進出、そのありえないマニフェストとは。孫悟空、オーラにちょっとだけ軍資金を分けてくれ。続きまして、そのありえないマニフェストとは。市原悦子、何を思ったかクーデター。続きまして、北島三郎、マニフェストそっちのけでロールパンナちゃんのエロさを語る。続きまして、ありえないマニフェストとは。中井貴一、私がミキプルーン大使になりますと高々と宣言。続きまして、
ラオウさんのマニフェストです。おねしょをしない。以上です。さあ、逆転のバッターとなるんでしょうか、それともラストバッターとなってしまうんでしょうか。ちょっとしたラオウの萌えポイントが発覚したところで判定をお願いします。どうぞ。試合はモック監督3点、博士監督4点ということで3対4、博士監督の勝利です。おめでとうございます。乾杯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 。お疲れ様。ありがとう。頑張った。さあ、それではこれ選んでいいの、勝ちましたので見ていいのネタ、モック監督から一ネタ見ながら見ていいから選んでいただきましょう。早めにちょっと見ます。その間にね、こちらの方でちょっと、ね、はいはいはい、試合の方を振り返りたいと思います。順番バラバラで1回表、モックさん1人、2人、2人ランナーが出て5人で終了してしまいました。次の回、博士が一挙4点を取り、モックさんに大きくリードをつけました。2回の表、モック監督三者凡退、4点を追いかける中、誰もランナーを出すことができず終わってしまいました。その次の回、博士も結局1点も追加することができず終わり、3回の表、その勢いのまま、三者凡退。モックさんが3回の裏、素晴らしい追い上げを見せ3点を追加したのですが、一歩及ばず3対4でゲームセットとなっております。さあ、拓也さん、1回の表からなかなかデッドヒートでしたけれども、ノリスケまさかの当選が結構弱かったですね。あれですね、あれですね。あの3本強かったです ね。ここで一気にいったからね、あのまま勢いがすごいついて、そうそうそう、一挙4点という感じでしたけれども、あとね、フリーザーの議席数53万ってちょっと多すぎるだろうっていう。あの人口収入が沈んでしまうポイント。もうちょっと削減した方が良さそうですね。まずそこから仕分けする、うん、もうちょっとっていうレベルでいいわ。さあ、判定の方々もなかなか難しい判定が多かったんじゃないかと思いますけど、なんか食べ物食べて満足していいか。まあ、お腹はいっぱいなんですけど、やっぱりこう見てるとやっぱ博士の読み方、人に伝えるっていう部分ではやっぱり博士の方が勝ってたかなっていうふうに思います。思いのか素晴らしい批評が聞けてね、ちょっとこちら感動しております。びっくりしました。さあ、スペシャルゲストの赤さんと野宮さん、どうでしたでしょうか。個人的にはジャンプネタが多かったのが、結構世代なんで、高校生なんで、ドラゴンボールとか北斗の拳とか、その辺がつぼりましたね、やっぱり。そうですね、チーム救済の、ね、危機に陥ってる方とかもいましたけど。いやね、あのね、休日アチチはちょっとあれはちょっと反則でしたね。いや、なんかね、あの想像しちゃうんですよね。こう、実際の有名人の名前を挙げていただいて、そのマニフェットに読まれると、その人が読んでいる姿とかを想像してしまうんですけど、そうですね、ラオウがおねしょしているシーンとかも想像するとちょっと面白いですね。あのネクストコナンズ選挙とかちゃんとエンディングで流れるかもしれない。そう、想像しちゃう。あれはちょっとなんか、あのだから郷ひろみネタはちょっと控えていただきたい。軽々と郷は5点出しちゃうんで控えていただきたいですね、あれは。あれは良かったですね、でもなかなか面白かったですね。さあ、なかなか表情の変わらなかった浅見閣下ですけれども、今回どうですか、1回の表を1回終わってみて。そうね、やっぱ伊沢さんが言ってた通りに、モックさん、ラジオ何年やってるの。死者にぶち打ってるの。もう負けたところを踏みつける感じ。その一言で切られたか。だけどあの、正直なところでここ来るとね、噛むすごい噛む。緊張するとみんな噛むね。めっちゃ噛むわ。怖いよここ。
奥さんのその選手たちのネタかなり素晴らしいネタが多かったと思うんですよ。思うんですけど、なんか心に来ない。それはやっぱ監督の、それは読む人の腕のせいだと反省します。さすがにね、今回チャンピオンシップですので、読み手の力も相当ね関わってくる感じになっておりました。ピッチャーのね天栗さんの投球などもなかなか重くてね、バースモードで球が飛ばないような場面が多かったんですけれども、さあそろそろ選び終えましたが大丈夫ですか。すんげー迷ってる。こっちでしょ。所在地北海道のトドマツヶ原チェルシーさん。おー、あのね、僕が言うのもなんですけど、いいよ、いい、いいね、いいね、もらっちゃったけどね。ありがとうございます。はい、こんなとこですか。さあ、博士監督がモクさん、はい、もじゃもじゃモクから、トドマツヶ原チェルシーさんを獲得して次の、決勝戦に進むという形ですね。はい。さあ、無事1回戦の第1試合終わりました。博士監督、札幌ヘベレーテナイスガイズが決勝に進出。モック監督、もじゃもじゃモックは残念ながら1回戦敗退ということになりました。それでは続きまして1回戦第1試合でお会いしましょう。それでは